はいどうもお茶です。じゃあ今日はねシンを使っていこうと思います。でシンがまた20段にね戻りました。同段とやりたいのできたらあの20じゃいいんですけど19、10でもあんまわがまま言ってるとあれだからいいや。あーはい、なんだシンがね21なんで20段に戻りました。はいそれだけです。はい出ました黄色。もうこっからみんなカラー黄色なんでね、もう僕より基本格上です。なんで多分やってたらまたね19段に落ちると思います。21段22段にいけるのはやっぱカラー黄色より上の人かなっていう。この人できないんだったな。そういえばなんかねやってもねできないんですよこの人。何回もこの人とはなんだろう対戦申し込みされたりしたりしてるんですけどできないんですよね。人がいないな。もう次できる人誰でもいい。もう次19段でもやる、25段でもやる、賞金繰りでもやる、とにかく出てこい。できる人ダメだな。こりゃダメだな。とっと誰も見つかんなくなった。この人できないんだもんな。やろよし。ああもうあやろやろ。もう19なんでいいよ。もうあんまダメですね。もう対戦手を襟好みしてたらダメ。もう誰でも全員やるけどあんま19段とかでもあれなんだよな。本当にあんまやりたくないっていう。勝ってもこっちにメリットが薄いっていう。まあちゃんとね降格ポイントじゃなくて昇格ポイントはもらえるんですけどね。ってことで相手19段のエルフェルドスね。カラー黄緑で俺と同じでした。まあカラー黄緑はおそらく19段じゃなくて20段いってますね。黄緑は一応いけると思う。多分この人もね19段と20段うろちょろしてるタイプの L なんじゃないかなっていう。今の完全に見てから立てましたからね。なんかちょっと冴えてるな。中段見えるかもしれない。あやべこれガーフ。 OK ジャンプしている。うん落としてこれね肉連食いっていうのが立ち回り。あ3回食っちゃった。2個食いっすね。すごい2個食いが安定する。これ高すぎじゃね？大丈夫？一応拾えるって。あーこれ肉食わなくてもよかったな。今みたいなので置き攻めいけるんですよね。まあ今間違って食っちゃいましたけど。あー出なかったライド。 OK やっぱ肉連食い安定するな。最近これやってるんですよね。肉さえなくならなきゃ基本このキャラ超強いんで。あーこれバカ。もうちょいディレイかけるべきだった。これ何回も引っかかってるな。うん動かされるな。スナイパーでこれ連食いね。うわやべ。はい今ねピーク赤キャンで殺しでした。あーこれはミスってくれる。あざっす。 OK 肉連食い強い。これでだってビーク打ったらまだ置き攻めいけますからね。まあ肉食ってもいいですけど、まあ、そこら辺は状況によってって感じかな。開幕おそらくね NS がね全体用なんじゃないかな。 2S に負けんのかな。あー飛びすぎた。で肉連食いとこれ。うわマジか。前パンだったらよかった。タッチピーになってましたね今ね。あやべおそらく爆弾出した後は大体中段。ああ下段でしたすいません。さようなら。バクステ読みでエルク。あ、逃げすだった。うわー、これ空対空強いっすよね。崩すー。なんか分かったけど、暴れてなかったな。今、対空できなかった俺が悪い。いや、意識してたら割と見えるな、4F でも。発生相当遅いよね、多分。
繋がってねえし。うわ、あー死んだ、あぶね、あ間に合わなかった。いや間に合ってたか、わからない。俺がちょっと焦って危険の後なんか出してたかもしれない。よく覚えてない、よく見てなかった。開幕どうしよう、バックス読み当たってたけどなんで。あー、ここ連食いできないんで、離れてる時だけっすね連食い。当たってくれるな、はい、最悪、浅いとこが出ちゃった。あーもうピーク出せない、肉、うわ飛んでいる、暴れちゃった、何やってんねん。あー無理か、落とせ、クソ今の落とせないな、お前。あもう何やってんの、ぐだりすぎ。あしかも今演出で暴れちゃった、演出が禁止か、バが普通に投げで負けるんで、タッチピーじゃなくてシャガピーですよね、あそこはね。アホだー、ちょっと焦りすぎっすね。レングイ、あー崩すね、でもまあ多分大丈夫でしょう。中段崩す、崩すと今タッチピー見えましたか、皆さん暴れてましたからね、ちゃんと。あんまりあれだな、熱帯のディレイのせいで暴れるっつうか、ジャンプの方がいいのかな、駒投げとか投げ読んだら。まあ暴れてねリターン取れたら最悪、最高なんですけど、熱帯だとラグあるからね、勝利出なかったし、やべ負けるかも。は入力荒すぎてジャンプになった今、ぶっぱなし、それ勝率安定しない原因だぞ。当たってちょっとタチピータイプじゃなくてマイピータイプ脳死になってんな。はい、今の俺の甘えも勝率安定しない原因です。くっそ怖え、あー前パンで落とさなかった、うん反応遅いですね。はい、ということでね、今日はこんな感じの動画になりました。ちょっと惜しかったですね、もうちょっと反応早く使う、上意識できてれば多分勝てた試合かなと思います。ではご視聴ありがとうございました、失礼します。